皆さんこんにちは。マリサです。霊夢です。今回は人気企画、チートラマン特集だぜ。なんとパート6よ。ただただ強いウルトラマンを紹介してきたらこんなパート数に。私この企画好きだから嬉しいわよ。みんなついてきてくれなんだぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。さて、今回紹介する一人目は、ウルトラマンコスモスエクリプスモード。コスモスの強化形態で、テレビ本編での最強形態だぜ。コスモスエクリプスモード、これ3回連続で言ったら噛みそうだわ。早口言葉扱いするなよ。エクリプスって言うと、日食とか月食とかそういう意味よね。なかなかやるな。このエクリプスモードは、カオスヘッダーメデュートに敗れて光を失ってしまったコスモスが、金環日食の光と武蔵の勇気によって復活した時の形態なんだぜ。金環日食の光のパワー、かっこいいわね。太陽と月が重なる金環日食の溢れるフレアのごとき、神秘の巨人とのことなんだぜ。なんだか私の中二病心がくすぐられるわ。ルナの優しさとコロナの強さに加え、さらに勇気も合わせ持つモードなんだぜ。強さ、優しさ、勇気。ヒーローの三大要素って感じね。このエクリプスモードのすごいところは、なんといっても必殺技のコズミウム光線。チート光線と名高い技ね。通常の破壊光線としてもコロナモードのネイバスター光線以上の威力を誇るんだが、この光線の特徴は邪悪な敵だけを倒せるってとこなんだぜ。それで怪獣に取り付いたカオスヘッダーだけを倒すなんて芸当ができたのよね。他にも対象の毒物だけを取り除いたり、体内の異物だけを狙い撃ちすることができるんだぜ。実質、武蔵が当てたいものだけに効果を発揮させることができる感じよね。さらにこの光線の効果は絶大で、今のところ放ちさえすれば対象に何らかの効果をもたらしているんだぜ。エネルギーにレスン電だったり相手がラスボスだったりしても、当たれば撃破か最低でも撃退に追い込んでいるんだぜ。絶対に効いてるってすごいわね。このエクリプスモードはその圧倒的強さで登場から前半の間はスーツを汚されることなくノーダメだったんだぜ。めちゃ強。まあ後半はコスモスが地球での長きにわたる戦いでの疲労やエクリプスモードの強さに対抗すべく進化した敵の登場で、苦戦を強いられることになるんだがな。敵も敵でチート級なのね。個人的にはこのエクリプスモード、かなりアクションが派手で好きなんだぜ。バリア技あるのに高速回転で敵の技をことごとく弾き飛ばしたりするんだが、これがたまらないんだぜ。無駄にわざわざカッコつけるのね。そこがいいんだぜ。私は、声がやたらのぶといのが気になるわ。変身者の武蔵からは想像つかない声だよな。次に紹介するのは、ウルトラマンジャスティスクラッシャーモード。コスモスの次にジャスティス、合わせて紹介せずにはいられなくてな。このクラッシャーモードはコスモスのパワーアップ形態だぜ。ジャスティスが真の正義を貫くときに発言すると言われてるモードなんだぜ。真の正義、はじめジャスティスは宇宙正義を信じコスモスと対立してたものね。だが真の正義に目覚め、デラシオンに反旗を翻しクラッシャーモードとなり、ブローカーやギガエンドラに立ち向かうぜ。敵対してたキャラが同士になる展開って胸熱すぎるわよね。だな。このクラッシャーモードはスタンダードモードの性能を大きく上回るスペックで、爆発的な攻撃力と光線技を持ち、さらに高い持久力と破壊力を合わせ持つモードなんだぜ。超強力なモードなのね。必殺技はダブリウム光線、ビットリウム光線以上の威力を誇る必殺光線だぜ。なんと強力すぎて多発すると命取りになるとか。強すぎて使うと負担がかかるのね。そしてさっき紹介したコスモスとこのジャスティスが合体して現代に復活したのがウルトラマンレジェンドってわけだな。パート1で紹介した誰もが認めるチートラマンよね。レジェンドの強さは言わずもがななんだが、レジェンドとなる前のコスモスとジャスティスもめちゃ強なんだってことを紹介したかったんだぜ。チートラマン2人が合体して伝説の戦士が復活したってことなのね。ってことで改めてレジェンドはマジヤバいんだぜ。続いて紹介するのはウルトラマンジョニアス。アニメ作品、ザ・ウルトラマンの主役ウルトラマンだぜ。アニトラマンからの選出、このジョニアスは UFO系 出身のウルトラマンなのよね。その通り、ウルトラ兄弟たちのふるさとウルトラの星とは別の UFO系 という惑星のウルトラ戦士なんだが、その UFO系 で最強とされてるのがこのジョニアスなんだぜ。このアニメ作品ゆえのムキムキボディが強そうよね。確かにマッチョで強そうだよな。あと年齢もゾフィーよりも上くらいらしく、歴戦の戦士感が強そうなんだよな。確かに渋い感じよね。でも実際どれくらい強いの？このジョニアス、実写映像作品にも出演して活躍してるんだぜ。
そしてウルトラララクシーファイト大いなる陰謀にて約17年ぶりに登場したんだぜ。これはファンも大喜び。そしてなんとあの強敵タルタロスとゲットップ、正面から格闘戦を繰り広げ互角以上に渡り合うんだぜ。タルタルソースと張り合うなんて、UFO帝最強は伊達じゃないわね。タルタロスな。しかもタルタロスの拡散攻撃をプラニウム光線を分散して放つことで、全て相殺して無効化するなんてゲートもやってのけたんだぜ。さすが熟練の戦士、かっこいいわね。このタルタロスはウルティメイトシャイニングウルトラマンゼロを打ち破ってたからそう考えるとジョーニアスの強さがわかるぜ。え、マジで強いわね。これからもどんどん出てほしいわ。ジョーニアスについては詳しく別動画で紹介してるから気になった人はぜひ見てほしいんだぜ。続いては、ウルトラマンゼット、デルタライズクロー。デルタライズクロー、口に出して言いたくなるわね。確かに響きがかっこいいよな。このデルタライズクローはウルトラマンゼットの強化形態で、ゼロビヨンド、ジート、ベリアルアトロシアスのメダルを使って変身する最強タイプなんだぜ。メダルのメンツやばいわね。ベリアルの宿敵のゼロとベリアルの息子のジート、確かにこの3人の力を借りる形態はそりゃやばいだろって感じだよな。っていうか、ゼロビヨンドとベリアルアトロシアスって強化形態なのにその力を借りるってことは、この形態に関わってるウルトラマンと宇宙人の数すごいわよね。そうなんだぜ。単純に従順元の数だけで言うと映画にも匹敵するくらいのてんこ盛り状態なんだよな。まあなんか漠然と強そうなことはわかるけど、実際どんな形態なの？このデルタライズクローはベリア6という専用武器を使うんだぜ。何このベリアルの顔がついたサーベルみたいな武器。このベリア6はまたの名を限界魔剣といって独自の人格と意志がある武器なんだよな。何その中二病感満載の武器。最高ね。基本的にはこのベリア6を使って戦うんだが、決してこいつに頼りきりではなくて、この形態自体も格闘能力は大幅に強化されてるんだぜ。そりゃそうでなくちゃね。全形態中最強のパワーとスピードを持っていて、ベリア6が夏とも電撃をまといながら超スピードの肉弾戦で相手を圧倒するんだぜ。あくまでタイプチェンジの一つの形態だけど、総合的な強さなら間違いなく最強ね。ああ、Z、ジート、ファイブキングの3人がかりでも手も足も出なかったフリーザを相手に、互角以上の戦いを繰り広げたこの形態の強さはお墨付きだぜ。ゼロ、ジート、ベリアルの3人の戦闘スタイルを使い分けれる上、ベリア6の特殊技も使いこなすんだものね。すごく魅力的なウルトラマンだわ。そんなデルタライズクローの必殺技は、セシウムスラッシュだぜ。ベリア6のトリガーを3回押すことで発動することができるんだぜ。Z の字を描きながら、光と闇のエネルギーを込めた斬撃を叩き込む技だぜ。光と闇のエネルギーとかかっこいいじゃない。ベリア6が技名を叫ぶのもいいわね。Z 字を描いた後にエネルギーをドリル状に集めて突き刺すパターンや溜めたエネルギーを斬撃波として発射するパターン。さらには、エネルギーを長い光の剣に変えて敵を切り裂くパターンといろいろなパターンがあるんだぜ。ゼロビヨンドのツインギガブレイクも敵を Z 字に切り裂くから、やっぱり指定だなって感じるわね。最後に紹介するのは、ウルトラマンダイナストロングタイプ。ダイナの形態の一つだぜ。このシンプルに強い名前好きだわ。その名の通り、パワーに秀でていて、格闘戦が得意なタイプなんだぜ。見た目もマッチョになってるわね。とにかくこのタイプはハイパワーで、通常の打撃技が必殺光線並みの破壊力で、他のタイプで倒せなかった相手を瞬殺してしまうなんて場面もあったぜ。え、怖。腕力やばすぎでしょ。肉弾戦がめちゃ強いってことなのね。だな。以前、チートラマンとしてダイナミラクルタイプを紹介したが、このストロングタイプも引けを取らない最強ぶりが目立つ形態なんだぜ。そう考えるとダイナのポテンシャルってすごいわね。ただ、格闘技は最強なんだが、光線技がガルネイトボンバーという技しか使えないから遠距離戦に弱いってのが弱点だな。一点特化型ってことね。このストロングタイプは戦歴も良くて、多少の苦戦はあってもほぼ負けなしなんだよな。私が怪獣ならシンプルに怖くて戦いたくないわ。数少ない敗北例は水中での戦闘となったビプラスや技と負けた巨大エンジンギガンテス。規格外の大きさでしかも不意打ちだったクイーンモネラだけだぜ。この怪獣たちに関してはいつか紹介したいわね。と、今回もいろんなチート級に強いウルトラマンを紹介してみたけどどうだったかな？ウルトラマンのバリエーションの豊かさに感心するばかりよ。これからもウルトラマンについていろいろと解説をしていくからチャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回も、よろしく。ご視聴ありがとうございました。